梅原撮影流隊時の動き行ってみましょう。さあ開幕は打っていったけど、しかし飛んでいたのは梅原。さあ流走からはコパンと竜巻のコブを使う。一気に半分こけた全部竜巻浅かったが、大事時戸が反撃ののろし。さあ一気に体力差がついてしまった。ガラチュアシャドウ、さあ灼熱が一つ入った。今の灼熱は相当強気ですね。強気でしたね。さあ中足も踏み込んで投げるのは時の号機、裏から大パンだがガードしている梅原殺意。さあ入れ替わってしまった。さあここからどうするか。ダギ出し下からくぐっての一発。さあセビマエスで二つ。さあ早くも何周もしている動き、どうする。時戸はここから逆転できるか。ゲージは3つ、十分チャンスは作れる。旋風大パン打ち返して、さあだんだん嫌な流れになってきたか。梅原画面端からは出れず、投げが通る。ザンクを重ねて下から刻んで投げはしのぐか。波動渡る、うわー打ち OK は梅原。ここで押し込みたいところで梅原は飛んでいたと、さあ両者波動打ち合う。お互い強気ですね。強気ですね。先ほどフルコンもらった時でも波動をまた打っていた。そこは相打ちで大足を決めていくのは梅原殺意だが、勝利で切って返した。中大とカウンターでつながって時でのチャンスになる。投げが通って残空から波動を重ね、エクスザンクを使って中段一つ大パンタイクは梅原、大パン入走。さあいきなり重いコンボが降ってきた。両前に出ている大流走も見えた。着地を投げる全部はバグラで決めて、どうするか。梅原にゲージが3つ、時通りは 1.5 本といったところか。大足の仕返し、さあそして打ってきた大足ヒット。情熱カウンター、お見事。いいです、諦めない心は大事ですね。いやー、はい、諦めてなかったですね。さあ上から空人は時の大きい。さあ嘘、前に出るのは梅原殺意、はい、おおー、ナイスカリに昇竜を打ち込むか。昇竜昇竜で87秒残しフィニッシュ。さあ竜の尻尾を踏んづけたような、はい、そんな勢いで爆発しましたね。いや、しかし今立ち投げしたっていうのは逆にすごい強気でしたよね、はい、強気でしたね、はい、お互い足が速すぎて、はい、お互い前に歩くとすぐ密着になってるんですよ。でさっきも大盤が近距離で当たって、はい、そのまま中流層行ったとも相当びっくりしましたけど、かなりこう今2人とも、ね、こう前のめりな感じが伺えますね、はい、前のめりですね、と言いつつね、あの僕ちょっと面白かったのが、うん、あの EX ザンク結構前ジャンプ EX ザンク飛び用号機としては、はい、あの必殺技みたいなの持ってるんですけど、一回垂直にして、はい、まだまだだぞっていうところを見せてたアピールしましたよね、はい、で次に仕掛けてたんですよね、はい、そういうちょっと作詞ってのもまだあるんで。そうですね。さあ一つ前歩きといえそうですね。その辺がね、うん、こう長期戦でどのように効いてくるか、はい。さあ1試合目を取ったのは梅原殺意、またもや上が通る。流走から中継を振っていった。さあ中大と決めて今度は裏からだが、梅原が先に動いている。大足またもや時のチャンスになるが、昇竜大昇竜。さあ弱々中から波動が止まって大 K が入っていた。しかしセービングアタックを返して画面端の攻防、下らせ中盤流走昇竜グラつぶしにしては重い。あの金中盤強いですよね。強いですね。これ発生の相打ちでも内足入るんですよね、はい、さあここはしかし時戸がいいコンボを決めて、おっ波動これでさあ、さあ中大波動から中大バットコがミスになる。さあ押し置きはコンボを一つ決めて、遠吠え投げでゴン
ってくれ。今度はダイヤシ刺さった。前に出てきている。やりに来ているか。立ち受けで止めている。前に出てガードする。さあまたもやきた。郵送も降ってきたが、時の落ち着いて距離を取っている。さあここからも逆転劇が見られるか。時の王族対空封じ、早めのジャンプ台形。これで 2-0。 いや、お互い前に出てね、はい、そんなにどっちかが引いてるというイメージは受けないんですけど、はい、まあ、そうなるとね、やはり火力がと、そうですね、いうところと、やっぱ梅原さんのね、その刹那的な判断がちょっとすごすぎると。いや、ポイントでのやはりグラつぶしが、はい、いいところで入ってるなという印象ですが、さあ内容としては一進一退、一進一退なんですかね。しかし星は 2-0 となっている。さあポイントポイントでの梅原のいい動き、重いコンボがこのスコアを築いているか。さあ第3試合目、にこのまま行くのか。梅原殺意、またもやった。ガードは時の。さあ中段も一つ振ってどうなる。ダイヤシは外から波動セブ竜巻、中継も入る。さあスタッチが地味に溜まっていたが、投げでこれでスタンド恐怖からは逃げている。梅原が踏み込んでくるぞ。時戸は波動打つ、迎撃の構え。さあ着地ダイヤシから、梅原が歩いてくぐっていた。おっと足上がりは痛い。昇竜昇竜まで、この辺のコンボ選択も地味にすごいですよね。ちゃんとすごいですね。たまるコール倒せると、ここはしっかり倒せる選択肢、コンボ選択をしている。さあ踏み込み灼熱、中足灼熱を見せた。大足でスイープして全部竜巻、足払い線に使ってくるか。大輸送からスイープを取ってきたが大パンスタート。さあ早々に天照回力陣コンボに使って、さあこの後では残酷を重ねて100球が来る。梅原のガードが固く仕切り直しになったところ、さあゲージが甘くすっとカウンターヒットしている。ここは見逃さず、さあコンボを決めて画面端、全部を放っていたのは梅原。さあ踏み込み投げはしのいでいる。うわー、昇竜セミ滅波動拳。さあ竜巻で近くまで来てゲージを使って前に出る。竜巻はバックステで避けている。灼熱削り。さあ吉尾さん、はい、この大竜巻を、うん、バックステしたところですね。分かっていますと言わんばかりに前を外してますよね、はい、この辺りはさすが。上はめくり1ガードした。セミが構えている。さあ重いコンボになる。ラメン端にも到達。これが殺意の強さ。だが投げ一発で入れ替えたのは時の。おっと止まるか、惜しいところだがまだ続ける。さあ空対空はさせず入れ替えたのは梅原。さあヒヤリとした画面端、体力リードは梅原殺意。ゲージはお互い2つずつ空対空を見せる。しかしから大パン。さあどう来るか。この前怖いですよね。前歩きがお互いのキャラが速いので速いですからね足が。さあスルスルと踏み込んで中足を刺してくる。怖っ、めくり竜巻台足、チャンスになった。またもや踏み込みくぐり、気持ちいい。けどい昇竜削り、お見事梅原。時のスラも 3-0 で撃破。